皆様こんにちは。現在の時刻が夕方の16時、少し小腹が空いてきたんですけど、晩ご飯にしてはちょっと早いし、ただここでお菓子食べてしまうと太るのも嫌だなということで、今回はですねプロテイン蒸しパンを作っていこうと思います。前回はですね抹茶蒸しパンを作ったんですけども、今回はですねチョコバナナ味の蒸しパンを作っていきたいと思います。前回はですねダイエット向きというよりかは健康と体づくりのためのパンケーキレシピだったんですけども、今回はですねあんまりこうカロリー取りたくない、太りたくないというところをフォーカスして太りにくい蒸しパンを作っていきたいと思います。材料は基本的に変わりません。前回抹茶味のプロテインですけども、今回はチョコ味のプロテインですね。果物のバナナを入れます。バナナ1本ですね。あとはこちら粉末状のオートミール、そして入れなくてもいいんですけども体にいいので入れときましょう。 MCT オイル、ベーキングパウダー、以上です。カロリーそんな高くないんでアーモンドミルク使ってもいいんですけども、今日はですねいかにカロリーを抑えるというところをですねポイントにしていきたいので、こちらは使用しません。では作っていきます。バナナ1本使います。バナナを入れます。潰していきます。こんなもんで OK です。お水を 120g ですね。粉末のオートミールを 60g 入れます。 60g で約2人前ぐらいは作れます。プロテイン、砂糖などの甘味料入れないので甘さはこちらだけで頼ります。なので少し多めに入れます。タンパク質も取れるので 40g 入れちゃいましょう。ベーキングパウダー適量 5g ぐらいですかね。 MCT オイル、こちらは小さじ1杯程度、 5g ぐらいですね。あとは混ぜていくだけです。これで完成です。こちらをレンジで 600W を5分でです。あちちちちちち、こんな感じです。ふわふわチョコバナナ蒸しパンの出来上がりです。完成いたしました。こんな感じ、ふわふわにできております。顔でかいんであんまり大きさわかんないと思うんですけども、結構大きいんで2人分はございます。僕は全部食べます。これ一つ全て食べきってもカロリーはこちらです。低カロリー、脂質を抑えることがとてもダイエットのために大事なので脂質をなるべく落としております。いただきます。ふわふわなんですよ。ふわふわ、ふわふわで硬いな。こんな感じ。うん、美味しい。ちょっとプロテイン多めに入れてるんで、チョコの風味とプロテインの甘さで十分美味しいです。バナナの甘さも際立ってます。最高だ。ふわふわ、うん、はい、ってことで今回はプロテイン蒸しパンチョコバナナ編をご紹介させていただきました。次回はですねブルーベリー味のプロテイン蒸しパンをご紹介したいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。うん。